よう。私ね、昨日のビデオで、実は韓国語をちょっと勉強してみようかなっていうことを言ったら、コメント欄で、韓国語ね、日本語とすごいこう文法とか、こう語彙とかが似てるから、勉強しやすいですよっていうことを教えてもらってですね、私早速、よっしゃ、じゃあ勉強しようと思って、Amazon で韓国語のテキストブックを頼んだんですよ。まあ、図書館に行ってもいいんですけど、なんか図書館の本は書き込みとかできないし、期限があるし、そのうちに返さないといけないから、まあ、その買った方がいいかなということで、早速注文をしました。昔ね、一冊買ってやろうと思って途中までやって、結局なんかしばらく放置してたから、もうそれはやらへんやろうなと思って一回寄付に回したんですよ。だから今手元にテキストブックが残ってなくって、まあそんな感じでちょっと早速やってみようと思って、なんか2度目の正直じゃないですけど、これよし、じゃあ韓国語勉強するぞと思って、まあ、早速テキストブックを注文したんですけれど、今日のトピックはですね、実はこういいと思ったこと、やってみようと思ったことをすぐやってみることのこうメリットみたいな話についてちょっとシェアをしたいなと思います。私ね、多分コメント欄でコメントいただいたんですけれど、結構ねこう教えてもらったこととか、こうするといいよっていうアドバイスって、なんかよっぽどそれはちょっとみたいなんじゃなければ、一回ね考えてやるかやらないか別にして、その聞くことにしてるんですよ。で、実際にこうすぐにやってみることもあるし、なんかそのままやらなかったりっていうこともあるんですけど、自分がでもねこうピンときたものに関しては結構すぐにじゃあやってみようっていう感じでやってみるんですね。なんかコメントやったかな、なんかそのメールかなんかでブログ経由で、例えばグローシャリーアウトレットを教えてくださった方がいて、私その時にすぐにこうお店に見に行ったんですよ。見に行ったらすっごい気に入ってしまって、ものすごい気に入って行きつけになったりとか、あとはですね、こう家事ハックっていうんですか、こう家事でこう例えばパスタは事前に水につけておくと茹で時間が短くなっていいですよっていうのを聞いたら、あ、やってみようって感じでやってみたらすっごい良かったから、結局それが定番になったみたいなのもすごいあったりとかしてですね、こう教えてもらったことをすぐにやってみて、やってみて良かったらそれを取り入れるみたいなのを私はすごい心がけているんですね。で、これのいいところは何かっていうと、なんかね、まず誰かが何かを、こう、あなたを見て、あなたに、こう、なんか英語だと two cents って言うんですけど、あなたにこう、こういう風にしたらいいですよっていうアドバイスをくれてるわけじゃないですか。もうその時点で、私はね、それはもう誰かが、本当に無償で、あなたにこう何かをこう差し出してくれてるわけですよ。だからそれを見て、とりあえず受け取って、おかなければってすごい思うんですよね。なんかそんなん無理やわって最初から跳ねつけるんじゃなくって、いや、でもできるかもしれんとか、なんかこう、ちょっとやってみようかなっていう感じで、まず人にね、アドバイスとか、こう、おすすめとかをもらったら、とりあえずこう、全部自分の中にこう入れてみるんですよ。で、すぐできそうなことは、本当に機会があったらすぐに試してみるみたいな感じで、すぐやってみるみたいな感じでやってます。でね、それでそういう感じで、よっしゃ、すぐやってみようって言って、やってみたことで、結局結果としてすごくうまくいったことっていうのが、もう私の人生で結構いくつかあって、例えば、私ね、ある日、こう、ジムで、こう、ふんふんって、こう、運動をしてて、で、見てたら、確かね、5年ぐらい前に、カリフォルニアのモントレーっていうところに住んどった時やったと思うんですけど、モントレーね、あの辺、こう、海沿いですごいね、景色がいいんですよ。なんですけど、ふんふんってやってたら、そこに、何ヶ月か後の、こう、ハーフマラソンのお知らせみたいなのが貼ってあったんですよ。で、ああ、ハーフマラソンか。って、でも私、ランニングしたことないしなって思って、その時にふと、でも、もしかして私、ハーフマラソンが走れるかもしれないって、その時になんとなく思ったんですよ。で、夫に家帰って、なあ、私、ハーフマラソン走れると思うって聞いたら、まあ、やってみなわからへんの違うって言われて、で、なんか、でもどうかね、君は今まで走ったことないからな、みたいなこと言われて、夫はね、なんか高校の時とかに、こう、クロスカントリーとか出て、バリバリのランナーなんですよ。だから、こう、今まで走ったことのない私を、こう、でもハーフマラソンやら無理やろ、みたいな感じでちょっと言われて、もうなんか5キロ、だから 5K ぐらいにしときって言われて、すっごいその時にムカーってきたから、こう、じゃあハーフマラソンやったるで、つって、走り出して、で、結局、そのハーフマラソンのイベントは出なかったんですけど、最終的に私その1年後ぐらいにフルマラソン走ったんですよ。しかも2回。なんかね、その前にだからハーフマラソンをなんか2回か3回走って、で結構ね、記録が良かったから初めてにしたら、よっしゃ、じゃあやろうと思って、フルマラソンのトレーニングをして、フルマラソン走ったんですよ。それでもうすごいランナー、自分はランナーやって言えるぐらいの、レベルに慣れて、
だからやってみな分からへんねやなっていうのをその時に思ったんですよね。で、その投資の話をした時にコメントでも、こう話を聞いてやってみたいと思ってるけれど、ちょっとまだやってみれてないんですっていうコメントがあって、ゆかりさんはそのとりあえずやってみるっていうのができてるからいいですよねっていうのを言われたんですけど、そのね、こう何かをやりたいって思っているのに、こう やれない、できないっていうのは、やっぱりやってみて失敗したらしょぼいわとか、失敗したら格好悪いわとか、それこそ投資やったら失敗したらお金なくなったら怖いわとか嫌やわとかいう、なんていうか、そのあかんかったらどうしようっていう恐怖感が先に来てるわけじゃないですか。なんですけど、こうまあ投資に関してはほんまにだからあかんかったらどうしよう、すごい気持ちがわかるんで、やるんやったら少額からやりましょうっていうのは私はすごい思うんですけど、でもね、その例えばランニングを始めるとか、こうなんか楽器を習ってみるとか、こう最初のコストはもしかしたらちょっとかかるかもしれないけど、でもね、こうやりたいなって思った時にやるのが私はすっごい何でもいいんじゃないかなって思ってるんですよ。っていうのもね、なんかそのうちにやろうと思って、こうなんか宅建とか、こう行政書士とか、こう英語とか外国語とか、それこそあのお金の本とか買って、買ったはいいけどその辺に積んだままになってる人っていません？いません？結構いると思うんですよ、私は。なんですけど、こうそういう例えば本を読んで、よっしゃじゃあ勉強しようと思って、こう本を読んで、で、例えばこう英語を一言でもいいから毎日こう書いて勉強してみるっていう風に落とし込んでいく人と、なんか結局勉強しようと思って本買って最初の何ページか読んで、なんかそのうちにこうその辺に積んどいて忘れてるみたいな、でなんか何ヶ月かしてまた本屋歩いとって、なんか英語の本があって、あー英語の本買ったけど勉強してないな、でもあの本があかんかったかもしらんと思って、もう一冊買って、また買って3ページか4ページ読んで、なんかそのまままた積んどくみたいな感じになったりっていう人結構いると思うんですよ。だからね、なんかやってみたいなっていう気持ちが起こった時に、まずなんかそのアクションを取って、でそのアクションをどんどんつなげていくと、なんか新しいね世界が開けるんじゃないかなって私はすごい思っているんですよ。なんで、こう、これをもし聞いてくれてはる人の中で、なんかやってみたいことがあるんだけれど、ちょっと怖くてできないねとか、ずっとやろうと思ってんねんけど、最初の一歩が踏み出せないんですっていう人は、なんか勇気を出して、やってみると、もうやってみたら、あかんかったらあかんっていうのがわかるじゃないですか。でもあかんかったら自分に向いてないから、あ、やめとこうってなるし、でもね、その、なんかやりたいなと思って、やることをずっと考えているけれど、やらない状態って、要は失敗しないから怖くもないし、こう何うまくいくかもしれないけど、でも失敗するかもしれないから、こう失敗しないで ここにいる方が安全なわけなんですよ。その努力もしなくていいし、しんどくないし、なんですけど、こうもしこうやりたいなっていう気持ちがあるんやったら、こうちょっとやってみてですね、でやってみて、なんかそれがどこかに続くかもしれないし、逆になんか、あ、やっぱり自分には向いてないわって思ったら、もうなんかその英語の本とかやってみようかなと思って買った本も、やっぱり3ページ目から進まへんっていうのは自分には向いてないんやなとか、今はそういう時期じゃないんだなっていうのがやっぱりわかるじゃないですか。だからこうやってみて、で、あかんかったらもうやめたらええねんぐらいの気持ちで何でも挑戦してみると、意外と結構新しい扉が開けるんじゃないかなって私は思っています。あとですね、そのやろうと思ってやらなければいけないと思って資格の本を買ったり、なんか語学の本を買ったり、経済のだからその投資の本を買ったりってやらなければいけないのは分かってるけど、だからこう本を買って勉強しようと思って買ったけど、結局手がつけれてないっていうのは、それはね、もうね、私ぶっちゃけそれをやりたくないんですよっていうのをもう自分で自覚したらいいと思うんですよ。だから英語が喋れるようになったらいいなと思うけど、でも私英語ほんまは勉強したくないねんっていうのを、今そういう時期じゃないねんっていうのをなんとなくこう分かったら、ああもうじゃあやらなくていいやって思えるじゃないですか。なんですけど、こうなんかやらないといけないと思って何かし、なんか買って本とか教材とか買って、でも結局やらないから、そこにこう積んであるのを見て毎回その前を通るたびにすごいやらなーやらなーと思って、こうすごい罪悪感に駆られるのが私はすっごい嫌で、
だからこう自分でもやるって決めたらすぐやるし、もうやらないって決めたらもうそれはもう一回諦める。韓国語も私も昔一回勉強しようと思って教材買ってしばらくやって、でなんかしばらくその後にやらなくなって、なんか教材ずっとそこに置いてあって、やらなやらなやらなっていうのがもう嫌になって、その時は一回だから諦めて、もうあの本を処分して、でなんかそのもうやらなくなったんですよね。なんですけど、こうやってまあ1年2年してしばらくして、あやっぱり勉強しようかなっていう時期がまたやってくるんですよ。だからそういう時にまたやりたいと思ったらやったらいいし、なんかもうそういう時期は来ないかもしれないし、でもね、やりたくないと思ってることをやらないといけないからやるっていうのはすごい苦痛だと思うんですよね。まあそのそうは言っても仕事でやらなあかんねんっていう人もいると思うんですけど、もうそれやったらやらなあかんこと、仕事でやらなあかん勉強とかは、それは自分がその仕事をずっとしていきたいと思ってるから、それは自分がしたいことじゃないですか、最終的に言えば。だからそれは自分のしたいことやから、じゃあやろうって言ってやれる人が多分もっと前に進んでいけるんじゃないかなって私は思うんですよ。なんですけどね、何でもね、でもね、本当にあのやったら失敗する可能性もあるけど、逆にやってすごいうまくいく可能性っていうのもすごいあるわけですよ。だからこう失敗したらどないしようじゃなくって、失敗したら失敗したで自分には向いてなかったとか、自分はダメやったとか、そのそれに向いてないとか、自分はできないっていうことが判明したっていうのが分かるだけでもめっけもんじゃないですか。だからね、こう何でもかんでもこう一回ええなと思ったことは取り入れてやってみるっていうのもなかなかいいかなって思います。はいなんですけどね、まあね、でもね、あの韓国語ちょっとね、昔ね、そのハングルをちょっと勉強して、でなんか文法の最初、なんか最初のイロハぐらいは勉強したんですけど、私未だにね、こう韓国語のそのハングルを見てこうパッと読めないから。でもね、英語やったらこう見てパッとわかるじゃないですか、意味が。だからもうそこまでに持っていけたらいいなっていうのはすごい思ってて、なんかタイトルとかをこう見てパッともうスッと読めるようになりたいなっていうのはすごいありますね。まあこうそれでね、こう英語とか私ずっと続けてきて、こう何がやっぱりなんか役に立ったかっていうと、自分は結局好きでこうドラマとか見て、でなんかドラマとか映画とかを字幕なしで見れるようになりたいわって思って、もうすごい量のこう何マテリアルを読んだりとか聞いたりとか見たりとかして、でなんかやっとこう字幕なしで映画見たりとかドラマ見たりとかできるようになってきたから、だからやっぱりね、反復練習ってすごい大事やなって思うんですよ。あとね、なんかその投資の話でもそうですけど、最初にね、こう少額でちょっと始めてみて、もしかしたらその後に暴落が来て半額になるかもしれないし、反発して何倍ぐらいになるかもしれないじゃないですか。でもそういうのって自分で一回経験してみないとわからないんですよ。だからこういう風になんかこうニュースが動いていて、なんかこう何バーナンキさんがこう言ったとか、なんかこう、ウォーレン・バフェットさんがこない言うたとか、なんかここの会社の決算がこうやったみたいなのと、なんか実際にその後にこう銀行の発表があって、でその後に株価こうなった、上がった、下がったみたいなのをずーっと見ていくと、だんだん反復していくうちにそれが分かってくるんですよ。だから本当にこうそれがでも分からないままで、なんかぼーっとこう外野で見てるだけやったら、野球のルールでもサッカーのルールでも分からないから、とりあえずはそこに入ってみて、ちょっとでもいいからなんかこうやってみるっていうのは私はすごい大事かなって思ってるんですよね。はい、まあそんな感じでですね、なんかもし何かをやってみたいなと思ってる方がいらっしゃったら、せっかく4月ですし春ですし、これもいい機会やからちょっとやってみてくださいというお話でございました。はい、じゃあまあ今日のビデオはこの辺にしとこうかなと思います。皆さんまた明日のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。